イーチャリティーチャンネル。はい、こんにちは、イーチャリティーの犬伏です。今日はですね、電動自転車の補助金についてお話しさせていただきたいと思います。で、2月に入りましたけども、まあ今頃ですね、まあ、2020年モデルのカタログなんかを見ながらですね、どの車種にしようかなとかって選ばれてる方結構多いんじゃないのかなと思うんですけども、まあ、新車でね、例えば子供乗せ買おうと思ったら、まあ車体で13万ぐらいからなんで、まあ、オプションとかね、可愛いからつけようとかってやってると、気がついたらなんか15万超えてるやんみたいなこと結構あると思うんですね。で、全国的にはですね、まあそんなに多くはないんですけども、まあ自治体によってはですね、電動自転車の購入金額に対して補助金が出るところがあります。まあ、補助金のね、対象になるのはですね、大抵が子供乗せになります。子供乗せの電動自転車が対応になってまして、で、中にはですね、高齢者のための電動自転車の補助金なんかもやってるところがあるんですよ。はい。で、電動自転車補助金みたいな形で、まあ、ググってですね、分かる範囲で電動自転車に対しての補助金を出している自治体がこちらになります。はい。で、対象者の方がですね、自治体によって結構決まってる取り決めがね、違ったりするんですけども、まあ、大体似たような感じになってまして、まずですね、その自治体に住んでる方、まあ当たり前やと思うんですけど、その住んでる方が対象になってて、で、あと6歳未満の、幼児ですね、幼児が2名以上いる家庭が対象になっていることが多いです。で、あとはまあ税金を滞納していないとか、まあそういったですね、条件が自治体によって違います。で、あとですね、受付の期間なんかがもう本当にそれぞれの自治体によって結構バラバラなので、住んでる自治体にですね、まあ、問い合わせしてもらって、電動自転車の補助金やってるようでしたら、申請してもらえたらなと思います。はい。で、補助金額なんですけども、まあ、これもね、自治体によって金額が結構違ってきたりするんですけども、まあ、購入金額の2分の1で、まあ2万円が上限ですとか、3万円が上限ですとか、4万円とかね、だいたい2万円から4万円ぐらいになると思います。で、今のまあ電動自転車子供乗せって結構値段が高いので、2分の1全部が出るっていう自治体はないと思うので、だいたいそれぐらいの、まあ、2万から4万円ぐらいの補助金が一般的かなと思います。まあ、結構大きいですよね、2万円とか4万円ってなると。ですので、まあ、住まれてるですね、自治体の方に一度確認してもらって、まあ、もしですね、まだ受付期間やってるよっていうようでしたら、まあ、そういったのも頭に入れて自転車選びをやっていってもらえたらいいのかなと思ってます。で、e チャリティブログっていうのをですね、結構前からやってまして、で、まあ、2019年の、補助金を出している自治体の一覧であるとか、で、まあ、2020年のね、まあ、最新版ということで、電動自転車の補助金をやってる自治体の方も今まとめてアップさせてもらってるので、まあ、よかったらそちらの方もチェックしてみてもらえたらなと思います。それでは最高の電動自転車ライフを。